皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。中学1年生の数学文字式の12回目、今回は文字式の利用として数量を文字式で表す練習、これをやっていきます。1番です。ある美術館の子どもの入館料は A 円、大人は 2A 円です。子ども3人と大人2人が入館した時の料金を文字式で表しましょう、こういう問題ですね。子ども1人の入館料は A 円です。ですから子ども3人だったら A に3をかけて A×3、ね、これが子ども3人分の料金ということになります。これに大人の入館料を足すんですけれど、大人は 2A 円、そして人数が2人ですから 2A×2 とこうなります。で、子供と大人両方合わせると 3A+4A、 文字の部分が共通しているのでまとめて 7A になりますね。ですから答えは 7A×N と、こんな風に文字式で表すことができます。では2番です。碁石を正方形の辺上に同じ数ずつ並べます。ここに一辺の碁石の個数、2のところには、ね、一辺に2個と、ね、笑顔になりそうですね。2個とこのように並びます。3のところには一辺に3個、4のところには一辺に4個、こうなっています。1、一辺の個数が5個の時の碁石の個数を求めましょうと、こういう問題ですね。じゃあ5個の時どうなるかというのを3と4のところを見て考えましょう。3のところ、一辺に3個並んでいるグループ、1つ2つ3つ4つできました、ね、ですから3個のグループが4つですから3、4、12ですけれど、12個あるわけじゃないんですね。なぜかというと、この角の部分ですね、4つの角の部分って2回数えていますよね。ですからこの角の部分の4つを引きますと 3、4、12-4 で8になります。じゃあ実際に8個になっているかどうかを確かめます。 1、2、3、4、5、6、7、8、 8個になっていますよね。ですから辺作っている個数 ×4 で角の4つを引いた、そしたら8個になったで合っています。もう一つ4のところで確かめます。4つのグループが1、2、3、4、ね、4つのグループが4つできました。4、4、16でも角の部分2回、ね、計算しているのでこの4つを引きます、ね、4、4、16-4で12ですね。じゃあ12個あるかどうかここでも確かめましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12合っていますよね。ですから一辺に並んでいる個数かける辺の数4-4、これを計算したら全部でいくつあるかが分かるということです。ですから5個のところ、ね、5×4-4、 5×4=4 で16、5個のところは16個、ね、碁石がある、このように計算することができます。2、一辺の個数が A 個の時の碁石の個数を求めましょう。これも同じように考えます。一辺に A 個並んでいる、そのグループが辺が4つですから4つできますから A×4 でも角の部分、これは2回数えているので角の部分の
4つを引きます。これを計算すると 4a-4 になりますよね。ですから1個ね、はい、1辺の個数が a 個の時の碁石の数は 4a-4 で、単位は個と、このように表せるということになります。この碁石の問題、いろいろな考え方あるんですけれど、ここでは代表的なものを一つ紹介しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。